皆さん、パチ屋で不思議に思ったことはないですか？いつも同じ服装を身につけホールに居続ける者たち、その者たちこそまさにジグマハイエナ。彼らはどのように生き、どのような生活をしているのでしょうか？ということで今回は1週間ジグマ生活を銀次郎チャンネルクロちゃんがやっていこうかなと思います。ジグマの生き様見せてやります。おはようございます、銀次郎チャンネルクロちゃんです。今回はですね、ジグマ企画第2弾でやっていこうかなと思っております。自分が前回第1弾としてジグマ企画1週間やってるんですけど、まあ、ジグマとは何ぞやっていうことで、端的に言うと1店舗でのみ稼働して、まあ、1週間過ごすっていう企画になっております。まあね、一応前回やったんですけど、あっちこれきつかったっすね。まあでも今回2回目ということで、まあある程度慣れてるのかなと思ってるんで、しっかり頑張っていこうかなと思います。1店舗のみで稼働するということなんで、他の店舗への、移動はまずなしです。まあそして一応、目標が前回3000枚で、まあなんとかそれを突破できたんですよね。だから今回は、とりあえず1000枚上乗せっていうことで、目標は4000枚でやっていこうかなと思います。まあ、ジグマのメリット、デメリットとしては、やっぱり、自分の行動が限られてるっていうことが、まあ、一つデメリットですね。メリットとしては、まあ、その店の特徴をつかみやすくなるっていうことで、まあ、ハイエナをしやすくなるっていうメリットがあります。まあ、簡単にメリット、デメリットで話したらこんな感じですね。ということで、早速、1日目、やっていきましょう。ジグマ1週間生活、1日目、スタートしていきたいと思います。いきます！今時間がもう昼過ぎなんですけど、ちょっとやっぱり平日だからなかなか台が拾えないですね。騎士的に拾えるってのが北斗、天然、他スマスロ、その他って感じなんですけど、最近は、リセットかかってないやつもあるんですよね。まあでもおおよそリセットはかかってます。ただやっぱりそういうのが1台2台、まあ見つかってくるとなかなか打ちづらくなるっていうのもあるんですよね。だから一応、前日のデータもしっかり確認して、優遇か劣遇かとかそういうのもちゃんと見ながら打たないとダメですね。ただ天然に関してはちょっと今のところまだ強気かリセットかわかんないんですよね。ただ天然に関してはまだ寝台入ってからまだそんな日にちが経ってないんで、まあおそらくリセット傾向ではあるとは思います。まあ比較的オキドキコーナーとかもあんま見て回らないんでね、まあこれは後々話そうかなと思います。またまあとりあえずまだお昼の段階なんでいろいろ探ってみようかなと思います。それでは行ってきます。いやー、なかなか厳しいですね。やっぱ初日なんで結構気張ってやろうかなって思ってたんですけど、なかなか難しい状況にあるですね。そしてね、オープニングでジグマのメリットとかあんまり話してなかったんで、まあ、改めて話しますと、やっぱり他の人と差がつきやすいっていうか、他の人より台を取るタイミングが多いですね。まあ、やっぱその店舗に、まあ、ずっといるっていうわけなんで、もう状況を常に把握できるわけじゃないですか。でも、店舗移動してる人って、まあ、ある程度目星をつけて移動してるわけじゃないですか。
まあ、そっちもいいと思うんですけど、ジグマしてる人たちやったらその移動の時間がないん でそこの移動の少しの時間でも、まあ、タイミングよく台が空いたりすることあるんで、まあ、そこは一つのメリットとしてあるのかなと思います。ただこのメリットにも悪いところがあって、周囲の状況を把握するってことは、まあ、常に店舗に追って、まあ、少し、まあ、歩き回ることがあるわけじゃないですか、まあ、そしたら何が起きるかっていうと出品のリスクが増えますね。まあ、これは前回も話したと思うんですけど、やっぱりどうしてもそこは避けられないのかなと思います。難しいですねやっぱり。まあ、今回は1週間ということで、まあ、そんなベガ立ちとかもしないし、まあ、ある程度常識身につけながらやれてると、まあ、そこまで悪い結果にはならないんじゃないかなと思います。まあ、こんな偉そうなこと言ってるけど、俺ついさっきまで漫画読んでましたからね。やることないです本当に。まだまだ時間あるんで、まあ、1日目なんでね、まあ、少し気合い入れて頑張っていこうかなと思います。それでは行ってきます。ということで1日目終了いたしました。あ、またこの感じ来たかっていう雰囲気に自分は陥りましたね。実際にジグマをやってみるとわかるんですけど、心がすっごい焦るんですよね。まあ、普通の人は、まあ、ハイエナをするにあたって、まあ、いろんな店舗を巡ると思うんですよ。やっぱり。まあ、1店舗目行って、まあ、なんもなくて、そしたら2店舗目近くの店舗に行って、で、それもダメだったら、まあ、3店舗目別の店舗に行くみたいな。まあ、おそらくそういうやり方が多いと思うんですよね。ハイエナする人って。まあ、やっぱり、他の店舗に行ったらもしかしたらあるかもしれないのにとか、まあ、そういう感じが襲ってくるんですけど、なんもなくて、やることガチない時も、焦らずに漫画本を読むのがガチで大事です。本当に。まあ、そういう風に自分の中でね、いかにその時間をうまく活用できるかが、まあ、大事かなと思ってます。まあ、そして、今日の気になる収支の方が、マイナス1枚です。いや、マイナス1枚くらいやったらコイン拾っとったらトントンなったんですけどね。いや、ちょ、さすがにそこまでは欲張れんやったっすわ。一発目からちょっとマイナススタートになってしまったんですけど、まあ、明日も気合い入れて頑張っていきたいと思います。ということで、ジグマ1週間企画1日目終了です。お疲れ様でした。明日も頑張ります。Okay.
ーマジでモンキー、キラキラマークついてて、天国オア、通常 B 確定なんですよね。3周期目までに当たるっていうことなので、打ってみたんですけど、噛み合った。マジでモンキーのあの連戦とかあるじゃないですか。バトルに勝った時の 20% で、連続でバトルに行くってやつですね。まあそことかでなんとか噛み合って1600枚かな出ました。ラッキーパンチです。積み重ねなんでハイエナって、まあ、言うてプラス1000枚なんやけどねということで稼働自体もそこまで高くないんで、まあ、今ゆったりしてる感じです。まあ、もう少ししたら多少稼働は上がると思うんで、何もない時にねデタラメに動いてもいいことないんで、ただ目立つだけなんで、漫画読むなり休むなりして、まあ、しっかりその時間帯だけ出ればいいかなと思います。だから今はちょっと小休憩しようかなと思います。ということで、ジグマ企画2日目終了いたしました。お疲れ様です。まあ、モンキーがね期待値はそこまで高くないにしろだいぶ上振れてくれたんで、マジで今日は助かりました。だってずっと狙っとったダイヤットとしても、ジグマしとるとはいえベガ立ちもそれはできないわけですし、タイミングがやっぱ重要かなと思います。まあ、それはね正直運のところもあるんで何とも言えないんですけど、まあ、運も実力のうちっていうことなんで、まあ、タイミングよく、まあ、また台取れればいいかなと思います。本日の収支なんですけど、プラス963枚。まあ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 。そしてちょっと一つ、言わなければいけないことがあったんですけど、一応明日が研究日なんですよね。で、まあ一週間ジグマ企画っていうことでやってるわけですから、まあ他の店舗で一日ジグマるっていうわけにもいかないんで、明日はカウントせず、とりあえず休みっていうことにしておきます。で、明後日が3日目っていうことにしようかなと思います。まあ枚数がね、もう少し。まぶれてください。あと、できれば、天禅打たしてください。本当に今の時期、天禅が、ちょっと過ぎたっすけどね。天禅ガチ拾える時期なんで、ハイエナバブルまでは言わないですけど、それに近しいものが今、ちょうど来てる時期なので、そこら辺で人と差をつけて、台を取っていくっていうのが大事なんで、個人的に天禅相性いいんで、まあ、ということで、ジグマ生活2日目終了したいと思います。お疲れ様でした。ジグマ企画3日目になりました。今日は新台入れ替えということで、まあ、今回入る機種が吉宗、マクロス、バイオ、まあ、この3機種になるんですけど、特に言われてるのが吉宗、まあ、ハイエナできそうじゃないかなっていう話は聞いてます。まあ、天井短縮が、まあ、3機種とも確か付けられているということで、まあ、結構甘いんじゃないかなって今のところ思ってます。まあ、ただ今日は新台初日なんで、まあ、新台は間違いなく埋まると思うんですよ。エナ自体は相当きついんじゃないかなって、多分無理なんで、まあ、今回は新台は目に入れず他の機種で、まあ、エナできればなと考えてます。やることやって、精一杯頑張っていこうかなと思ってます。ということで、ジグマ生活3日目スタートです。頑張っていきます。
見しろ。そんな柔な剣でこの体に傷一つつけることができるのか。はい、ちょっとね、稼働の状況に関してはあまりよろしくはないですね。吉宗、マクロス、バイオハザード、まあ、そこに関しては結構稼働はいいです。まあ、しかも吉宗に関しては結構エナができるという情報があったんで、まあ、そこに注目しながらやっていこうかなと思います。で、マクロスに関しては確か実ゲーム数と液晶ゲーム数で違ってて、液晶ゲーム数が加算されとったらいいんですけど、結局実ゲーム数も大事になってくるんで、まあ、そこら辺に注目しなきゃいけないのと、まあ、あと全体的に確か天井短縮があって、リセットの時は短縮したりとか、まあ、AT5 単発やったら短縮だったりとか、まあ、いろいろ短縮のところがあって、多分そこら辺をエナしていく形になると思うんで、まあ、そこもしっかり見ながらエナしようかなと思います。やっぱり夕方から結構お客さんが増えてくる傾向がこの店はあるんで、まあ、結構8時9時くらいにピークででっかいやつが落ちたりするんですけど、まあ、スマスロ関係で結構打てないっていう時もあるんで、まあ、そこは難しいっすよね。やっぱ閉店時間も考慮してちゃんと期待値計算しないといけないんで、そこもしっかり計算してやらないといけないかなと思ってます。まあ、何やと思われ少しまあ歩いて頑張ってみようかなと思います。いってきます。まあ一発目に結構北斗のでかいやつ拾えたんすけど、なかなか今んとこ開かないっすね。北斗に関してもマジでラッキーパンチだったと思うんすけどね。もう本当に目の前で開いたげ。稼働自体はね、まあそこまで悪くはないんすけど、ただ今の時間帯から、まあ拾える可能性は高くはなるんすけど、まあ動く機種と上手い機種って、またそれは別なんで、まああと希望があるのは、天然。今のところね、サマイがちょっと全体的にマイナスなんで、そこがネックなんですよね。やっぱ天然でサマイが出てれば出てるほどいいんで、有利切れてからサマイがちゃんと出て、まあ、しっかり有利切断してっていうのがやっぱ美味しいんで、まあ、そこら辺を打ちたいんですけど、今打てる状況ではないんで、まあ、少し待ちかなと思います。まあね、時間もそこまでもう多くないんで、9時くらいには多分切り上げるとは思うんで、まあ、それまでに台数こなしてから打てればなと思います。頑張っていきます。
お前にとって人間って何だ？食料。お前がそういうのを聞きたかった。ということで、業界終了したいと思います。朝過ぎから稼働の方をしてたんですけど、まあ一貫性披露宴やった今日は。マジでタイミングゲーやったんですけど、いやまさかそこ開くってやつが開いたんですよね。まあそれがまあ北斗の878ゲームやったんですけど、さすがにあれはあかんと思っとったんで、まあ打って、その後傷物語いつも通りプチューンして、やっぱ前半が結構きつかったですけど、後半が結構良かったかなと思います。まあ他にも3、4人くらいかな、まあ同じ方いるんで、まあそことまあちょっと競い合うじゃないですけどね、取り合いみたいな感じになるんで、まあそこばっかしはしょうがないかなと思います。肝心の4日目の収支なんですけど、プラス260枚です。まあ、少し、ゾーン狙いで天然したんですけど、天然のサマイ狙いっていろいろこう意見分かれると思うんですけど、まあ、自分は比較的1本目当ててからその後考えるって感じにしてるんで、で今回、1本目当ててサマイ数が全然いってなかったんで、もうその時点で即やめしました。いや俺はまだ打つけどなっていう人もおると思うんですけど、自分的にもうサマイがもう500枚以下やったかな、まあ、今回はやめるっていう形にしました。残り3日間なんで頑張って集中してやっていこうかなと思います。お疲れ様でした。マジでね、稼働がない。まあ、明日がイベント日やけんが、まあ今日はそれは人少ないわなって感じっすよね。いやまあ前回もね、やっぱりやった時に、まあきつい時間とかそういうのはあったんですよね。ただ今日に関しては、そのきつい時間じゃなくて、きつい日にちですね、完全に。休憩所がもう俺の部屋になっとる。やばいっすね。ここまでひどい日はないんですけど、タイミング悪くトレーンやったとかいうのもあったんですけど、にしてもちょっとひどすぎる。まあこういう日が来ることもまあ分かってはおったけど、やっぱり渋いね。じゃあ改めてホールちょっと一周して、また漫画本読みに行きます。じゃあ、また戻ります。待っていた
ぞケンシロウ。ケンシロウ、俺の力は空飛んでる。終了いたしました。ありえんくらいきつかった。一応明日が特定日なんですよね。まあ明日特定日で、まあ今日は特になんもないと。まあ今日はダメやったけど、まあ、明日の特定日に期待っていう感じで。まあ明日についてなんですけど、まあ設定狙いはしません。おそらく抽選ゲーまでは言わないですけど、まあかなり抽選が大事になってくるので、で、それを使った時に多分だいぶやることがないので、まあいつもよりは少し早く行って、朝周りの様子を見ながら、まあ台をちょっと探したいかなと思います。今日の5日目の収支の方がマイナス468枚かな。残り2日なんでね、ジグマ企画5日目終了したいと思います。お疲れ様でした。6日目になりました。今日がですね、特定日なんですよね。まあ、今回は、抽選を受けずに、まあ、朝から様子見しながら行くっていう感じでやろうかなと思ってます。稼働自体はかなりいいと思うんで、まあ、普通の通常日よりは何かしらいろいろ拾えるかなと考えてます。そして一つメリットがあって、あの他の専業の方って間違いなく設定狙いするじゃないですか、ほとんどの方は。っていうのが、みんなが設定狙いをしてる間にうまい台を見つけていくっていうのも、まあ、今回ちょっと狙ってるんで、結構でかい期待値とか切られたらいいかなと考えてます。ということで、6日目やっていこうかなと思います。いってきます。頑張ります。いや、ちょっとね、まあ、軽く緊急じゃないですけど、まあ、多分実戦が先に流れる件が、まあ、見とる人はわかると思うんですけど、朝一キットロ出ましたね。まあ、自分朝から設定狙い、まあ、するつもりも、まあ、全くなかったんで、まあ、リセットなり、まあ、何かしら開けばいいかなと思ってたんですけど、朝来て常連の方と、まあ、少し話したんですけど、まあ、そしたらなんと結構いろんなところでね、トロフィーが確認されてるという話で、自分全く狙いとかも考えてなかったんで、まあ、普通にエナするかっていう気持ちで打ったら、金トロが出たと。しかも結構なんか北斗以外にも当たり見つかってて、もしかしたら今日はベースかなり高いんじゃないかなと思ってます。まあ今のところ他に触れる台がないんで、まあそのまま北斗の金トロを触り続けようかなと思います。まあもし冷遇に入ったらポイしていいし、もっと大きい期待しある台があれば、まあそっちの方を打とうかなと考えてます。まあ一応今日はそういうスタンスでいこうかなと思います。それでは、北斗打っていきたいと思います。いってきます。貴様はするべき男だ。ケンシロウが
男ジラリ。貴様には地獄すら生ぬるい。はい、今自分めちゃくちゃ悩んだ結果、北斗を一旦やめました。まだ冷遇に入ってない状態なんで、どうかなーって悩んでたんですけど、おそらくあれ設定4なんですよね。ちょっとね、北斗の状況が半分くらい4じゃないかな。一応金トロフィー出てるんですけど、1台も金出てないんですよね。虹も出てないです。ちょっとそこがネックで、もしかしたら4がかなり多いんじゃないかなと思って、まあ一旦やめます。で、まあそのやめるっていうのも、天然の4するかなが相手、期待値計算したところ、まあ、最低でも5500円あると。まあ、一旦リリースします。最悪戻ってこれそうなら、もう一回戻ってこようかなと考えてます。礼遇に入ってたら、当然のことポイします、俺は一旦。で、また優遇に入って打ち出すっていう方法をやります。まあ、多分ほぼ4なんで、まあ、一旦天然の方を打ちたいかなと思っております。天然はすぐ打たれるけど、北斗は多分一回やめてもすぐ打たれないんですよね。このお店さんにね、いつも飲み物買ってくれる常連さんがいるんですよ。もう本当にありがたいっす。いつもありがとうございます。本当こういう些細なことでもね、自分たちはもうめちゃくちゃ嬉しいんで、もう声かけてくれたりとか、まあ、飲み物を別に渡す必要ないですけど、全然喋りかけてくれることも嬉しいんで、そういうのでモチベは上がったりするんで、本当にありがたいです。まあ、とりあえず、一旦天然の方に移動していきたいと思います。
はい、ということで6日目終了いたしました。今回はちょっとねマジで波乱でしたね。まあオープニングでもねいろいろ言ってると思うんですけど、まさかのまさかでラッキーパンチじゃないですけど、こんなことあるんみたいなことになったんで、ちょっと自分もびっくりしましたね。まあ北斗も金トロフィー出て、まあ、ずっと打ち続けてもよかったんですけど、まあ今日に関しては拾えそうやなって思って、でワンチャン戻れる可能性も全然あったんで、まあ一旦期待値高い天然の4スルとか打ったり、まあいろいろね触ってきたんですけど、まあ今回はまあかなりタイミングにしろ何しろ良かったのかなと思ってます。まあ一応ホールに最後までいたんですけど、やっぱ金トロフィーが多いと、まあおそらく北斗に関しては4がかなり多めなのじゃないかなって思います。まあただ6.5期カバネリ、オニムシャでその他もろろ結構良さそうなやつがあったんで、今日はかなりベースの配分が高めにしたんじゃないかなと思ってます。まあ北斗に関しては半分かそれ以上しごろあってもおかしくないかなって感じでしたね。まあそしてね本日6日目の収支なんですけど、プラス351枚という結果で終わりました。今日はねちょっとといいのをある程度拾えたんで、手玉的にもね出せればよかったんですけど、こればっかりは時の運とかまあ引きの部分もあるんで、それはしょうがないかなと思います。ということで明日がね最終日なんで、しっかり気合い入れて頑張っていこうかなと思います。6日目終了したいと思います。お疲れ様でした。おはようございます。ジグマ一週間生活最終日となりました。昨日は、設定狙いを、まあ、軽くした感じになったんですかね。今回今のところ収支が確かプラス900枚くらいなんですよね。一応目標4000枚ってしてたんですけど、いやーまあ2連続そんなうまくいくことはなく、今日もいつも通りハエナをやっていこうかなと思います。気合い入れて頑張るしかないんで、まあなんか悪あがきはしたいですね。もうどうせならゆっくりマイナスになるくらいがマジ気分いいんで、上振れか下振れかもうめちゃくちゃしてくれた方が自分的にもスッキリするんで、頑張っていこうかなと思います。ということで、ジグマ1週間生活7日目スタートしたいと思います。頑張ります。はい、まさか2日連続金トロが出るとは僕も思いませんでした。そんなことある？まあおそらく昨日が一応特定日だったんで、まあそれの少しお残しっていうか、まあ設定残してるっていう状況だとは思うんですけど、まさか2日連続で金トロ出るとは、
それもまあガチで。昨日よりまあ人は少ないんですよね。今日に関してはハイエナの人もかなり多いんで、しっかり冷遇飛ばすので撃とうかなと考えてます。設定狙いなんてするつもりなかったんですけど、出てしまったもんはしょうがないマジで。まあ今日に関しても筋トレ出たけど、おそらく4やと思うんですよね。4を擦り切りいっぱい撃つかって言われたら、まあ俺はあんまりそういう方じゃないんで、昨日と同様かなりでかい期待値があったらそっちの方に移動して、もしくは自分の台ががっつり冷遇に入った瞬間に一旦ポイして、また他の人が撃って優遇に入ったの確認してからまた撃ち始めようかなと、いろいろ調整しながらやっていこうかなと思います。今日でね、ジグマ企画最終日なのでね、頑張りたいと思います。北斗ね、朝一筋トレ出てから、まあ、回してたんですけど、まあ、やること特になかったんで、まあ、そして専業の方がね結構多かったんで、エナできないだろうなと思ってやってたんですけど、1500枚くらい出て、今ちょうど冷遇に入ったところなんでポイしました。ぶっちゃけどうかな、あと 1,2 台打ってればいい方かなって感じてます。ほんと最終日なんで、まあしっかり夜まで粘りたいと思います。ただ歩いてきます。
週間企画7個目終了したいと思います。まあ、おそらく本来だったらカップルと来て記念撮影をするところで俺は堂々と一人で撮影しております。やっぱり、ね、この企画の肝としては、まあ、どんだけ、気持ちを抑えるかっていうところだと思うんですよね。自分でメンタルケアをするっていうのが大事ですね。何もできないっていう時こそ一旦自分を落ち着かせるっていうのがマジ大事だと思います。軽く参考程度に見てもらえればなと思います。そしてこの1週間収支の方が一応プラス3901枚という結果になりました。一応目標としては、前回3000枚を目標達成してて、で今回4000枚を目標にしてたんですけど、100枚詰めが甘かったですね。次回もしあるとしたら、まあ、目標4000枚突破できるように頑張りたいと思います。ジグマ1週間生活これにて終了したいと思います。お疲れ様でした。